ターザンのようにして3本の紐を編み込み、その紐を登っていきます。周南市和田地区で受け継がれている三作り神楽、まるでサーカスのようなアクロバティックな舞が特徴で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。三作り神楽の起源はおよそ1300年前の飛鳥時代。当時この集落では飢饉と疫病が蔓延し、多くの人が亡くなりました。この苦難を乗り越えようと、村人たちが地元の高知社に五穀豊穣と疫病退散を祈願すると、集落に平和がもたらされたとされています。そのお礼として6年に一度の式年祭で奉納されてきたのがこの三作り神楽です。今年も6年ぶりの秋がやってきます。地元の人たちは7月から神楽の練習に励んできました。こうやってないかな、まあ、そこやないかな。もうできちゃうんだけどね、あの動きは。動きはできちゃうんだから、今から一つ一つの動作を丁寧にやらなきゃな。頑張ろう。練習場所は和田地区にある三作り神楽伝承館です。人口減少の影響から、この集落の人たちだけでは三作り神楽を受け継ぐことが難しくなりつつあります。そこで今ではこの集落以外の人でも継承活動に加わることができるようになりました。三作り神楽保存会の佐藤隆さん、6年前の式年祭の後、会長を引き継ぎました。ね、そしたらスーッと回って前から後ろにスーッと引いて、この上をこれ、こんなにね、会長って大変なんだなっていうのをね、今感じてます。まずはみんなのね、あの練習を見ていかなきゃいけない。そして準備もしなきゃいけない。いろんなものが同時進行で進めるっていう、このね、大変さ。でもまあ、たくさんのね、仲間がいるんで、みんなで力を合わせて今本番に向かって進んでます。佐藤会長の長男春くんと、いとこの亮太くん、6年前の式年祭で初舞台を踏みました。この時まだ小学3年生だった2人はすっかり大きくなりました。2人は今回の式年祭で3つの演目を担当しますが、なかなか息が合いません。中でやって、プッと決めて、スッと回ったらいい。あ、どこ？どこ？まあ自分も正直気になっている部分だったので、まあ、分からないところとかをはっきりできたので、はい、よかったです。まあ、全力でやりたいと思います。今回の式年祭には、佐藤会長の長女、めぐみさんと、次男、あきらくんも参加します。やっぱりね、親としてはね、ちょっとどうしても厳しい目で見てしまうなっていうのがあってね、しっかりやってもらいたいなと。ここに生まれてきたからにはね、しっかりやってもらいたいなと思ってます。親から子へ受け継がれていく三作り神楽。この地に生きる誇りを胸に、
6年に一度の秋に舞います。1300年続くものを受け継いでいくっていうのは大変なことですね。そうですね、この歴史を重みをね感じながら、その後継者としてしっかりと6年に一度の祭りを行っていただきたいと思います、はい、その後継者を育てる活動なんですがしっかりと進んでいるんです。周南市内の富田中学校では、2年前に三作り神楽クラブというクラブが立ち上がりまして、そのクラブから今回の式年祭に17人の中学生が参加してくれるということです。まさに地域が一体となって伝統芸能が受け継がれています。6年に一度の式年祭は周南市和田地区の三作り神楽伝承館のすぐ隣で12日日曜日に行われます。その勇壮な神楽ぜひ体感してみてください。田中さんの取材でした。